島根原子力発電所は、島根県松江市鹿島町辺区にある、中国電力の原子力発電所、島根原発とも呼称される。本記事では、以下、島根原発と呼称する。かつては、日本で一番都道府県庁所在地に近い原発と言われていたが、2005年3月31日、所在地の鹿島町が松江市と合併したことにより、 日本で初の都道府県庁所在地に立地する原子力発電所となった。日本の電力会社が設置する原子力発電所としては、関西電力の三浜発電所、東京電力の福島第一原子力発電所に続く全国で3番目に開設された。中でも1号機は、日立製作所が全面的に受け持ち建設された国産の原子炉第1号とされる。 沸騰水型経水路を採用しており、中国電力で唯一の原子力発電所である、島根県松江市鹿島町辺区654番地、1島根原子力発電所1号機、制御防空道水が戻り、ノズルにひびが生ずる、1号機、配管から蒸気漏えい、1号機、制御防空道掲挿入、引き抜き配管の表面に傷が見つかる、1号機、 中性コタ倍上信号のため原子炉が自動停止する。二号機、緊急停止排出水容器水上高信号のため原子炉が自動停止する。国際原子力事象評価尺度は、レベル一、二号機、格納容器内の冷却機の凝縮水量と床ドレン量が増加し、原子炉を手動で停止させる。一号機、複水貯蔵タンクに腐食が見つかる中国電力は、 経済産業証言子力安全、保安院と島根県松江市に対し、島根原発1-2号機の総点検の調査結果についての報告書を提出した。報告書によれば、点検計画表のご記載による機器の超過仕様が506カ所、点検のご記載と記載漏れも1159カ所あったとされる。経済産業証言子力安全、保安院は1、 二号機の点検漏れや不備が多数あった問題に対する再発防止策を盛り込んだ保安規定変更案を承認したと発表した。中国電力は二号機の点検不備の再発防止策などについて島根県と松江市に説明し、島根県と松江市は運転再開を認めた。中国電力は島根原発二号機の定期検査を終了し、 当初計画より5ヶ月遅れで、定格出力での運転を再開した。1号機は2011年4月7日、現在、検査のため運転停止している。中国電力は、島根原発2号機で、プルサーマル計画を実施したいと、島根県と松江市に対して、事前了解願いを出した。その時点で、島根県はすぐに、了解の結論を出そうとしたが、松江市は、慎重な姿勢を取った。 島根県は同年11月、ウランプルトニウム混合酸化物燃料に関する懇談会を設置した。人選は賛成派でほぼ固められた。懇談会は翌2006年5月にかけて10回開かれた。懇談会により事前了解をカとする意見書がまとめられ、2006年5月に県知事に提出された。一方の松江市は、 2006年2月1日から7月15日までの期間、公民館単位で住民説明を行った。その他、学習会やシンポジウムを開いた。2006年になって活断層の存在が実証されると市長自ら現地に出かけて説明を受けた。島根県松江市が原子炉設置変更許可申請を了解。中国電力が国に原子炉設置変更許可を申請。 国は原子炉設置変更を許可。中国電力は当初の2010年度までのプルサーマルの実施の計画を見直し、2015年度までの早期のプルサーマル実施を目指すこととした。ありがとうございます。